があるよね。こんにちは。私には関係のないことだ。失礼。ショーゴ、何してんの？ガレージだって、こっちこっち。ショーゴ、ズバリ地球外知的生命体のことを考えてみなよ。地球外だよ。つまり宇宙人とか異星人とか火星人、そういうやつのこと。いや、火星人はダメだ。そういうよくあるグニャグニャのタコみたいのじゃないよ。あくまで知的なんだから、わかってる？銀色の体がちっちゃくて目がでっかいっていうのも違う気がするね。そういう地球人の想像で簡単に及んじゃうようなルックスじゃないと思うよ。そこでね、地球が知的生命体への想像の限界に挑むっていうのは、発想としてはまだまだってとこだね。もっともっとその先まで想像するの。だからね、このスペースクリーナーのイメージっていうのは、そういう地球が知的生命体たちが想像したズバーリー、聞いてる？ショーゴ？ねえ、ショーゴ？聞いてなかったの？そっか、ショーゴ。ただそうやって私の作業を見ててもつまんないよね。気が回らなくてごめん。ズバリわかった。今日のショーゴがちょっとぼんやりしてる理由、小動物の気持ちを想像してなりきろうとしてるのね。それで可愛さをアピールしようとしてる。可愛いよ、めちゃくちゃ可愛い。こんな感じ、わあ。ズバリミーアキャット、わあ。私うるさい？面白くもないとか次々一方的に喋ってばっかで鬱陶しい？ショーゴが静かだと不安になる。つまんないのかなとか、嫌われたら嫌だなとか、それでまた余計に喋っちゃう。今度はショーゴの部屋にも呼んでよ。場所はどの辺？ああ、鏡川、あっち側ね。
じ？月光原通りだ。そうだよ。それで？面影坂だね。面影坂。それで面影坂を上がるのね。面影坂を上がりきった。じゃあここだ。ないな。ない。そこに何があるんだよ。あ？そんなところに入って楽しいか？そうだな。ないな。ない。正吾の心の中にこっそり誰かが住んでるなんてことないよね。
なのただの思い出話だよね。もし、もしも、もしもその子が今もどこかにいるとしても、今の勝負にとっては関係ないよね。ない。こんばんは。そのようだ。いや、覚えはない。知らない。
突然来て驚かそうと思って。驚いた？驚いたよね。ものすっごい驚いてるね。この指好き。覚えはない。でもこの指よりその持ち主の方がもっともっと大好き。